はい、どうも、うずです。昨日12日はファイナルファンタジー16の体験版がついにプレイできるようになりまして、皆さんどうですか？もうやられましたか？ PS5 持ってる方はね、ほとんどの方が体験版やったか、これからプレイされるかだと思うんですけれども、この動画ではプレイステーション5をね、持ってない方が FF16 ってどうなんだろう、買ったらいいのかな、いやでもなんかちょっといろいろ危ないとも言われてるし、どうしようかなみたいな方がいらっしゃると思いますので、体験版、まあ、たった2時間ですけどね、プレイした上での感想というのを上げさせていただきたいと思います。RPG 好きのおじさんとしてね。まあ、まず、ファイナルファンタジー16、アクション寄りの RPG ということになっていて、まあ、新しいファイナルファンタジーを体験できるナンバリングとなっているんですね。じゃあ本当に FF なのかっていう面では、これはもう間違いなく FF です。もっと最初から、チョコボ、召喚獣、クリスタル、出てきますので。はい、あの FF です。で、今回の体験版はファイナルファンタジー16の序盤2時間をしっかりプレイして、その後その続きをね、製品版からプレイできるようにセーブの方も引き継ぎがあるということで、まあ、製品版の序盤をしっかりプレイしたっていう意味になるんですけれども、序盤2時間はずっと暗いです。まずここポイントなのかもしれないんですけど、ファイナルファンタジー16ってダークファンタジー寄りのゲームになってるんだと思うんですよ。その言ってたのかな、そういうのは分かんないけど。まあ、なので、お城の中のシーンとか、フィールドとかも湿地帯とか、全体的に画面が暗いんですよ。まあ、なので、そっち寄りの方が好きな人は、私結構好きなんですけど、ダークソウルとかね、エルデンリングとかも好きですし、そっち系が好きな人は、まあ、最初からすごく引き込まれると思います。まあ、なので、ストーリーの方も、まあ、若干大人向けなストーリーになっていて、すごく引き込まれますし、いい形でね、2時間を終えることができます。ストーリーはすごく魅力的なんじゃないかなって思いました。まあ、ただ、序盤の2時間はカットシーンが本当に多くて、まあ、やっぱりこれ FF 映画だなっていう見方でもう見ていたんですけれども、FF 映画です、しっかりと。あの、カットシーンの合間に、フィールド移動や戦闘がね、ちょこちょこっと入る感じ。まあ、ここの部分に関しては、スタートの2時間なので、あとゲームの世界観をね、映し出したりとか、物語のね、流れっていうのを見せるのに、カットシーンが多めだったんだと思います。で、戦闘に関しては、基本的に四角ボタンガチャガチャやって、R1 ボタンで酒をやってれば、簡単に進んでいくし、そのキャラクターのね、動きもかっこいいので、まあ、そのままゲームは進んでいけると思います。あの、非常に単調でございます。で、ボス戦に関しては、戦闘がちょっと長引く形になるんですけれども、ずっとガチャ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 攻撃してる合間に、カットシーンが入ってきて、そこで QTE がね、これいるかどうかで賛否両論よくあるやつですけど、QTE が入ってきて、まあ私はこの FF16 は QTE ありで全然いいかなと思ってっていうのも、さっき言ったようにね、戦闘が基本単調なんですよ。四角ボタンと R1 ボタンだけでほとんど進めてしまうので、まあそこにね、丸ボタン、三角ボタンとか、まあ気分的に入れたりするんですけど、まあなくてもいいんかなっていう感じで。っていう戦闘ですから、そこにカットシーン入れたり、QTE でね、少しなんかこうアクセント入れるっていうのは、うん、良かったんじゃないかなと。うん、まあ普通なんですけど、すごくごく普通なんですけど。まあでも倒れてる敵に、蹴り上げとか、こう、ね、剣で突き刺すとか、そういうエフェクトが入ってる、モーションが入ってるのは、あの、すごくこだわりを感じられました。で、2時間の序盤プレイでもうすぐに気になったところというのもありまして、一つは、フィールドのね、ミニマップがないんですよ。これ、まあよくね、RPG のゲームで、ミニマップが必要か必要じゃないかみたいな、よくあるんですけど、今回の FF16 って、本当に画面が暗いので、建物の中とか、どっちね、進んでんのかよくわかんなくなるシーンが何回かあったんですよ。戦闘を行っちゃった時に、あれ自分はどっちの方向行くんだろうみたいな、結構迷ってぐるぐるしちゃった時があって、だからミニマップなのか、その画面の上のところにね、あの、方位磁石的なやつを入れてくれたりとか、そこにマーカーがついたりとか、それはやってほしかったですね。ウィッチャーとかね、なんか海外ゲームなんかは入れてるもの多いんですけど、なんで FF16 それ入れないのかなっていう風に思っちゃいました。ミニマップがないのはやっぱちょっと分かりにくいね。あとは樽とか壊せそうなオブジェクトが壊せないんですよ。なんで FF7 リメイクなんかだとね、箱とかこう剣でバカーンって壊してなんか気持ちよかったじゃないですか。FF16 はアクション寄りの RPG という割にはそういう、なんだろう、細かい配慮が
されてなかったのに逆に驚かされました。で、これはね、好みの問題だね、ほぼね。グラフィックなんですけれども、グラフィックは PS5 クオリティでめちゃくちゃ綺麗なんですよ。影の付け方とか、その岩のね、質感とか、肌のね、質感とすごい綺麗なんですけど、キャラクターが全部 Android に見えちゃうんですよね。まあ、これ FF のキャラクターのモデリングというか、それがこういう形なんでしょうけど、今までも。FF14 もそうですもんね。なんですけど、なんかすごくキャラが Android です。口パクも微妙に合ってないかな。だから、グラフィックはめちゃくちゃ綺麗なんだけど、完成度が低く感じちゃうかな。まあ、今はね、今はそう感じるかな。これが数年前だったらね、全然問題なかったんでしょうけど。はい、といったような感じですね。個人的に気になった点は。はい、で、ここでまとめ。今回 FF16 の体験版をプレイして、気に入った部分。まず、グラフィックが FF らしい部分を残していながらも、とても綺麗な PS5 クオリティ。さっきちょっとね、キャラクターのことで、ここと言いましたけど。まあでも、グラフィックはやっぱり綺麗です。見てて、すごくこう、引き込まれます。あとは、ストーリーが良さそう。まあ、2時間のね、までのプレイのストーリーなんですけど、すごいいいところで終わりましたし、その、人間関係とかね、世界関係とか、すごいこの後気になってくるので、ストーリーはさすがに、いい感じに仕上がってるんじゃないかなと思いました。まあ、あとはそのストーリーに合わせての音楽が非常に良い。すごい盛り上げてくれるので、まあ、テレビとかモニターのね、スピーカーからの音もいいんですけど、ヘッドホンとかして、プレイすると、まあ、より、没入感高く、世界観にのめり込めそうです。はい、映像と音が素晴らしい。あと各種演出がね、かっこいいんですよ。序盤でも、馴染みのモンスターとか出てくるんですけど、そう、戦い方とかが、まあほら、ファミコンとかスーパーファミコン時代にね、戦ってた敵キャラって、そんな想像でき、頭の中でイメージするような戦い方が、グラフィックでしっかりと映像化されてね、出てくるところは、良いですね。はい。昔からのファンの方も喜べると思います。はい。こんなところですかね。よく感じたところ、まず。で、心配な部分。もう心配な部分はそのままです。結局、FF 映画なんじゃないかと。メインストーリーで35時間ほどのプレイ時間に対して11時間がカットシーンという風に言われて、わさわさって一回なりましたけど、まあ、それ以上にもしかしたらゲームプレイしてたらカットシーンを長く感じるかもしれませんね。あとは先ほど樽が破壊できないとかミニマップの件を言ったんですけど、他のゲームで当たり前のようにあることが意外とできなかったりなかったりするので、そこの部分であれってなるかもしれません。あとは最後に、FF16。まあ、結果的にはなんか普通で終わりそうな気がします。新しい何かがあるとか、おーすごいじゃなくて、ああ、いい RPG だったなで終わっちゃいそうな気はしますね。まあまあでもわかんないやね。たった2時間じゃね。ファイナルファンタジー7リメイクの時は体験版が出されてから予約の方がガンとね伸びたっていう話だったんですけれども、ファイナルファンタジー16はどうしてもゲームの性質上、今までのね、ファイナルファンタジーから大きく方向性を変えた RPG になってますので、今回の体験版2時間プレイして、予約がぐんと伸びたかどうか、すごく気になりますね。皆様はいかがだったでしょうか？体験版プレイされた方は、この先に期待できるのか、実際に予約されたのか、など、コメントの方でいただけると嬉しいので、ガンガン書き込んじゃってください。はい、今回の話はここまで。普段からゲームの話、カメラ関係の紹介などをよくやってる YouTube チャンネルになります。動画が良かったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で。バイバイ。昨日からですね、ちょっと困ったことに個人的になってまして、ファイナルファンタジー16を予約してあって、で、私発売日には栃木県に帰ってる予定だったんですよ。なんで、配送先変更して佐渡島じゃなくて栃木県にしたんですけど、今度は、もともと帰ろうと思ってた日に、こっちでね、外せない仕事ができそうなので、帰れなくなるんかなと思ってるんですよ。まだわかんない。確定じゃないんですけど。だからね、もうね、どうしよう。アマゾンでポチったのをキャンセルして、もう、素直にさ、ダウンロード版にすればいいわけだよね。そしたら別に栃木にいても、この佐渡島にいても、発売日プレイできるからね。やっぱそれがいいのかな。でもアマゾンでね、パッケージ版が欲しかったんだよね。まだ悩んでます。